っちで撮ってる、え、え、え、どうした、どうした、え、メロンはスローよ、ほら、これスロー、え、え、音鳴ってるから、あかんでっていう、今まで全部スローやった。だけど早送りしたい、ゲンちゃん、編集で無音のえ、マジ、え、じゃあ一回見てみようや、え、マジ、そんなわけないよ、信じよう、めっちゃ嫌やわ、めっちゃ楽しかった、イライラする、マジでおもろかったから、そんなぐらい2回目やったな、すぐめっちゃおもろなってきた、これ撮りたい、もうえぐい、また明日もしなあかんで、ね、けどそれすんで、死ぬって気持ち悪いって、すんで、明日やな、明日キュウリやな、これ大丈夫かな、え、大丈夫大丈夫、その鬼、まあまあまあ、ビビらすのやめようや、ごめん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 、最悪や、え、マジ、あれ、こんなスローなキルいる？めっちゃ頑張ったのに、めっちゃおもろかったのに、軽い代わりにスローがあるから俺嫌やねん、だからまあ今日つい失敗なくなるってことはまた神回が見れるってことだよね、今日ちょっと調子悪かったから、よかった、ちょうど明日します、次の日ーあーやばい、足ルンバにやられた今、2日目、まあ、寒くもなりました、2日目にはなって、はい、急に温かくなって、はい、その時期なんですが、はい、気をつけていきましょう、取れてなかったんでもう1回です、前お母さんにあげようと思ってたやつをまだ今日に使ってやるんで、約買ってきた半分ぐらいちょっとやっていこうかなと思います、僕やりたい、やりたい、行かせていただいたやつ、間違ってる日本語、何しよう、何を、最初はグー、ジャンケン、はい、そこは休憩で休憩です、切らんで、まだもう分かってへんやん、あ、そうや、ここやからぼかした方がいいやんって言ったやん、疲れてる今日、いつもやってることじゃない、あの、1回しかしたことないです、無言やん無言やん無言やん、拭き取ったら次に塩を準備します、してください、そこは僕なんやね、どいて めっちゃおもろいねんけど、いける、大丈夫、塩かけて飲み込みます、かけたらダメに、これは大丈夫、ちょっとやめて、どいて、どいて、ちょっとどいて、待って、これあなた腎臓が切れてるじゃない、どいて、何もみちこそんなこと言わんな、キュウリ嫌いなんでしょ、なんかもう見すぎて気持ち悪い、いい意味で、顔死んでんで顔死んでんで、切りたい、ちょっとなってねんよ、外には20歳超えてんねん、ちょっと綺麗に切った、切って、おー、のり、はい、完成、オッケー、一瞬、キュウリって畑の匂いするんだ、めっちゃいい匂いする、その人の匂いも出してくれない、え、十分多いけど、もう何やったっけ、これで、ねん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 ちゃーん嫌やなそれ、お
漬物よ。漬物にする今から。二日目やな。何もないから大丈夫。疲れたな。疲れたな。ボー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 。ちょうだい。前より多いです。前より多いかもしれん。なんやねんこのさ。キュウリ。えぐいって。キュウリほぼ30本準備しました。ごめん買いすぎた。また。言わんって約束やん。キュウリで6000円。キュウリでゲーム数って今回で続きお前全然増えてるやんけ。続き何が続きやねんこれ。途中でよかったやん。続きいやーいや増えてる。戻ってるって戻ってるって。いやけど少なくなったりしてねえよ。しまいがないでこれって言ったらちゃんと。急に6000払ってくるお兄ちゃんほんま優しいって思うことだけ言ってみてくださいね皆さん。うわ、キュウリ切れないの。ほんまに優しいですからね。全部ないからね、バイト代。お前バイト1日ぐらいで全部キュウリ疲れてみ。キュウリはもうびっくりやで。カットさせる。こんなキュウリばっか毎日食べてるの痩せてきてるもん。あって、まあこのクーラー使えへんかな。うちやな。あそうないでしょ。なあ。うちやな。ビールとか出てこやんかな。飲まれへんやん。飲まれへんやないか。さっきをさ、この帰り道、この買った帰り道にさ、ちょうど新居見えたから、見てたの OK だよ。この新居ね。とんでもないものが映っとったんじゃない。え？そんなもん2曲になったらうんドラマドラマ見せた今めっちゃオフな結構感動な感じ。早い分かんないの絶対あれすずっち分かるやんすずっち分かるやんスコーさんただ普通に9着で持ってるって価格高いちょっと戻ってから行ったよ。ちょっと戻ってるから今多分あんちゃんさ家の瞬間にちょっとやりすぎこれは音鳴らないこれが多分してたみたいなこれひどいよ戻るのはかっこいいと思ってるタイプですよ。30代付近で入ってるとこってもうええでしょもうええでしょもういい30代付近で流行ってないんお前んとこラッパーだけ流行ってんのか僕い僕いほんとラッパー流行ってるんすか20代はでももちろん家の前でラッパーしてくださいよ小学生とでもここでできるやりすぎてもうつまんないんすよでやるんやじゃあでこれのリズムであーそうドッキーコンゴールドッキーコンゴールドッキーコンゴールやあはよせあかんってあかんってまだコウさんスーさんからまたいじめのあの保健室行ってもらうやめてそれそれやめよそれやめよ俺一回連れてくれたもん大学生お持ちいますかって言っていやまだまだ一人足おらんなっておらんってバッグつけたから来てくださいって言ってすぐできんのかね友達なんてねだいなんて言ったら歩くから助かれるからなやっぱほんまに一人足とかほんまに困ってる子とかあるのがほんまありがたいあれあったおかげで俺もちょっと過ごせたしな友達おらんしなけどさあんちゃんと映画見に行って最悪やな最低だねでまたお兄ちゃん連れてから持って帰るで映画でめっちゃおもろいことあったんやかっこやででまあ見た映画があんちゃんと一緒やってうんで行こうってなって、うん、
その映画に行ったわけよ、自転車で。本館と別館があるね。うん、本館で僕たちチケットとか買って、別館に映画やってるってその忘れてて、うん、あんちゃんがそのポイントカードみたいなのを申請に取って、ちょっと待ってる間あんちゃんがポップコーン買ってきてやってるから、僕自分のお金でポップコーン買いに行って、うん、自分のお金で、うん、なるほど。で、俺もチケット払ったんですよ。自分のお金で。自分のお金で買ったんですよ。そうそう。どういうバンドのとおりやん。じゃあ俺、キュウリ30本買ってるんですけど。じゃあ。いやまあ、そう買って。買われてるんですよ。僕も買って、あんちゃんのところに行ったよ、買えたから。あんちゃんがチュース食べたいんやから、チュース買って。で、ポップコーン L サイズ。ジュースも L サイズ。おぉ。でかい。で、もう今日は、豪華に行こう。豪華よね。買って行って、僕がな。いいか、いいかだって。その買うときさ。いや俺払うよって言ったんや、いいお母のお金やからって言ってめっちゃ爆買いしてた。で、まあ買ったんですよ、それはね。お母さん、ちゃうって、お母さんのお金ちゃう。ちょ、それでない、なんかほんまにあかんって。おりん、違う、話進めさせて。ワンちゃん、めっちゃいらんこと言いやわ。お母さん、昨日スーさんがお母さんのお金でポップコーン買ったらしいんですけど、なんか知ってました？大丈夫、お金ないよ。あ、あんちゃんめっちゃいらんこと言いやん。あと5分で行くで。え、すごい。あと5分。でも何分？4時56分。夜の始まりさ、マリンガーリルが伝えるこの続けるんや。ポップコーンも買ったし、よし、じゃあ映画はその中であるからさ、うん、ブレアーって探してて。ブレアな。じゃあないわけですよ。え、スクリーンがないよね。スクリーンのその上映中がないわけですよ。準備中とか。よく買ったの。見ても、うん、夜からのレイトショーです。うん、ないね、項目に。うん、え？で、店員さんに聞いたら、別館にありますって言われて、別館ですかって。いや、これ持ってっていいんですか？全然いいですよって言われて、別館行くのにさ、結構距離あるわけよ。それはその動画を見てください。ちょおもろい。ちょおもろいやん。あんまないね、この外でポップコーンのあの箱持ってる人。めっちゃ見られてる。いいんや、それパクってったみたいな。なんかこう持つ迷う少年。なんか世界間違えてるよ、街中でこれ持ってたの。そう、めっちゃ世界違う。違うく、めっちゃはずいねん。で、無事たどり着いて見れたんですけど、あんちゃんと帰り道、そのまあ僕が大体覚えとったから、一回行ったことあったから、うん、僕についてきてよって言って、あんちゃんに言ったら、まあ帰り品に、まあ、通ったことがある帰り道であんちゃんが知ってった場所で、で、そこはあんちゃんに行こうやって言われて、だけど僕についてきてよって言って、あんちゃんが来たよって言うから、その道行きたい、その道で帰りたい、って、うん、おで、まあ、普段はこんなことしひんねんけど、お信号がさ、うん、チャリンコ行っとったらさ、チカってなる瞬間にさ、行こうって、そのなる、こう行くやん、行くよ、わざった瞬間にさ、めっちゃ肩に隠れて警察官がおって、お疲れの帰りで送って、うん、ちょっと君みたいな感じになって、あんちゃんがアップねーってなって巻き返して、行っていいよって言われて、入っていいよって言われて、行っていいよって、そう、信号行っていいよ、曲がり方行っていいよって言われて、じゃあまたそこの奥に警察官おって、おう、じゃあ止まってくださいって言って、まだ止められて、うん、チャリンコ盗んでないか検査された。チャリンコ盗まれたの、帰ってきた人やの。盗まれたの、帰ってきたのに、盗まれたチャリンコ、盗まれたチャリンコで行って、そう、盗まれてるのが確認されたんや。そう、もうちょっと顔のマッサージ、ブサイクにするマッサージしようけど。ええ、あんちゃん何か言ったり、何言おかしい。おや、メスったわ、言うとで言ってない、やめよ。エンジエンジエンジ、ほんまにもう怒られる。どうしようコウさんがなんかスーさん、言ってない。
自分が怒られるのか俺も怒られてやるか。鈴鹿県によとさ、県弁間違えたとかさ、使われへんからやめよ。県弁ってまだしたことない。難しい、俺もない、まあ、今の県弁変わってるんですよ。え、そこなんか、そう県弁がまず分かれへん。もうほんまにこれぐらいの細さで刺すの、スポイントみたいなブッてやんねん。で、うんちをそれで採取して、うわで、それを僕、県尿と間違えて、その空洞の筒のやつがあるのよ、めっちゃ細さそれに頑張って、朝入れてためっちゃ思わない、このスポイントで。じゃ頑張ってできるわけないよ。こんぐらい持ってたあとあげるか、美容室の人に。その手があったか僕マジで美容室やっとってキュウリ急に押されたらめっちゃ嫌やもんな。クッキーとかやったら嬉しいや、スタバとか壊れへんな。どんな目線で食べてんのみんな。どうやったらそんな死んだ顔で食べれんの。急に配布競争しますか。いやもうやったろかみたいな。お父さんのやつやめて。ちょっときゅうりちょっと切れないですよ。でも増やさなかったらよかったよ。引っ張ったね。じゃあ負けた人運転の。そうやな、負けた人運転しよう。僕の場合捕まります。大丈夫やか。位置についてよーい。レコなんで今リコだからね。あんちゃん、あんちゃんすごい。最後のパーマで押してる。最後のドートレのやつも面白い。いきます、よーい。さあ始まりました、第1回キュウリ早食い大会。さあ初めに駆け出しているのは鈴選手。ホットマヨネーズを手に持った。ホットマヨネーズを器に入れました。そしてコウ選手がそのマヨネーズをつけ、さあみんながもぐもぐタイムしている中、おっとここで鈴選手駆け出しています。翔選手もだいぶ早いですが、さあどうなるのでしょう。さあ12秒経った今もうなくなりそうです。鈴選手口の中に全部入れました。さあすごい警戒です、皆さんが。さあ高選手一口。さあ鈴選手今ほっぺたに口を当て無理やり口に加えている。さあ翔選手はまだのんきに食べております。さあ誰が1位になるのか。おっとここで翔選手もうなくなりそうです。さあ誰が1位になるのか、追い上げるのことができるのか。さあ高選手翔選手同率2位でございます。おっとここでマヨネーズ直飲み、すごいですこの技は。おっと全員キュウリを口の中に入れ、あと飲み込む。おっとここで鈴選手1位。さあここどっちが勝つのか。あ勝つのか。あ微妙いな。喜んでる。ジャッジもお願いします。ここでもう一回。ついに何がある？何がある？何もない。なんかあるっしょ。